カラーオブライフは、下野博ヒロシの1枚目のミニアルバム。2018年3月14日に、ポニーキャニオンから発売された。2016年10月9日に、パシフィコ横浜で開催された、下野博ヒロシスペシャルステージ、ワンチャンスで制作を発表。カラーズが、ミニアルバムに収録されることが決まったことから、コンセプトがカラーに決定。6つの色を、アッパーチューン、ジャズ風、 ミドルレンジのロックテイストで表現している。各色をテーマに楽曲制作を行ったのではなく、制作された曲のイメージに合う色を当てはめる形で、各曲のコンセプトとなる色を曲名に組み込んだ。アルバムタイトルは、収録曲制作時、人生のいろいろな場面を切り取った曲という思いを込めて下付けは、楽曲制作を行っていたため、ゲアの中で、人生いろいろというワードが、 印象に残り、そこから人生の色をテーマにすることが決まり、人生の色を英訳したカラーオブライフに決定した。様々な色を曲名につけ、色々なタイプの曲を制作したため、様々なアーティストとしてのゲヤの可能性を試した実験的な作品となった。ブラックサンダーはリアル三部作をテーマにし、リアル、リアルマイナス。 ワンチャンスと同様のコンセプトで制作したリアル、リアル、マイナスとワンチャンスをつなぐ曲。当初は起用されたニル・アドミラリの天秤に寄せた曲を構想していたが、テレビアニメの制作スタッフから下付けの楽曲のまま作品に少し触れる曲と依頼されたためロック曲となった。詩はニル・アドミラリの天秤からイメージされる天秤、声優からイメージされる。 大役、演じる、リアル、リアルマイナス、ワンチャンスを意識したワードが組み込まれている。レコーディングは収録曲の中で最後に行われた。エヴァーレッドは、血縁、親子の、地、レコーディング時に、夕焼けの公園をイメージしたため、赤がタイトルに入った。ブラックサンダーと対比構造にある曲。フェローイエローは、ライブを意識して制作。曲中に、 クラップをする部分を取り入れている。死の、いつか僕らがこの人生に逆襲されてしまわぬようというフレーズは、ゲイアが好きなテレビアニメ、無責任艦長タイラーに登場するセリフを意識している。バイオレット・ファントムは、下野自身がジャズを聴いていたことから制作された。当初は、テーマの、嫉妬を、回答に見立て、死を制作していたが、抽象的な表現に変更された。 サビ以外のメロディーラインが異なっているため、レコーディング時は苦労した。ブルームーンの作詞はゲイヤが担当。レコーディング当日まで制作を行った。作詞は風呂場や電車の中、テレビを見ている時など、何気ない時間にワードが浮かび、夜に制作を行うことが多かった。当初はランニングハイのカップリング曲、プレジャー制作時の候補曲であり、その曲を バラードアレンジに変更して制作された。候補曲時のタイトルは、スイレンゲ。カラーズは2016年10月9日に、パシフィコ、横浜国立大ホールで開催された、下野博スペシャルステージ、ワンチャンスに向けて、歌える曲数を増やすために制作された曲。カラーズを制作したことで、違う方向性のアーティストイメージや、曲の表現を楽しめるようになった。リード曲。 ブラックサンダーはギターのドライブ感が響く攻撃的なロック曲。モチーフは黒色。エバーレットはスケール感のあるスタジアムロック曲。テーマは家族。親子、家族の大切さを描いている。フェローイエローはミディアムテンポのレゲエロック曲。テーマは休息であり肩の力を抜いた応援ソング。人生最後の日に人生が楽しかった。 幸せだったと思えるような後悔のない生き方をすること、時には休息を取ることも必要という思いを込めている。バイオレット・ファントムはファンタジックな世界観を描いたジャズテイストロック。テーマは嫉妬心。ストーリー仕立ての構成になっており、ファントムの正体は自分の中にあるものというメッセージを込めている。ブルームーンは通勤、通学で疲れている人に向けた癒し曲。 カラーズのテーマは自由。誰かの色に染まるより自分の色、個性を出していこうという思いが込められたメッセージソング。初のミニアルバム。初回限定版、キャニメ限定版、通常版の3種リリース。初回限定版にはリード曲、ブラックサンダーのミュージックビデオとジャケットメイキング映像。キャニメ限定版にはリード曲、ブラックサンダーのミュージックビデオ。 スペシャルメイキングが収録された DVD が同梱。各版にブックレットが付属。キャニメ予約者、イベント、アニメとト予約者イベントを2月10日に、有楽町朝日ホール、2月17日にマイゾーム、大阪海ホールで開催。2月17日に、YouTube のアニメポニーキャニオンでリード曲、ブラックサンダーの PV のショートバージョン、コメント動画を配信。 アートワークのコンセプトは原点回帰であり、リアル、リアル、マイナスと同様の革ジャンの衣装を採用している。ブックレットは黒、白の衣装を基調とし、カラーライトを使用し、アルバムのコンセプトの色を表現した。リード曲、ブラックサンダーのミュージックビデオはゲイヤのバイクシーン、荒野でのバンド演奏シーン、爆発シーンなどで、 ソリッとかつロックな楽曲の世界観を表現した疾走感あふれる映像。楽曲のテーマの苦労を押し出している。企画時に爆破シーンが一番に決まり、原点時の革ジャケットイコールバイクの全体像になった。また、爆破は合成ではなく、実際に爆破をしており一発本番だったという。本人的には見ると、それまでの経緯がすべて知っているからこそ笑ってしまうという。 2018年7月21日から28日まで本作を引っ提げたライブハウスツアー下野博士ライブハウスツアー2018カラーオブライフを開催既存のライブイベントは朗読劇などを織り交ぜた構成となっていたが本ツアーは初のライブのみの構成となっている歌手活動を行うにあたりアーティストとしての姿のみを ライブで見せたいという思いをゲイヤが抱いていたため、本ツアーの構成がライブのみとなった。東京公演の模様を収録したブルーレイ DVD を12月26日に発売。初回限定版、キャニメ限定版の軽音種リリース。音声特典として東京公演で初披露されたチェンジイングを収録した CD を付属。映像特典としてメイキング映像。 各公演の幕愛映像、エンディング映像を収録。チェンジイングは、自分らしく生きていくことをテーマにしたロック曲。スタッフクレジットステージスタッフビデオスタッフブルーレイ、&DVD スタッフポニーキャニオンチームシモノ、CD ジャーナルは、ピュアな少年ボイスでハードなロック歌謡から、バラードまで歌いこなしていると評した。ブラックサンダーに関するカテゴリー。 下野のヒライブハウスツアー2018カラーオブライフに関するカテゴリーありがとうございます。